どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日は、軽視前対策ということで、ヘイズビースト、妖艶樹ですね。こちら取り上げていきたいなと思います。ヘイズビーストなんですけれども、まあ今回ね、シリーズで取り上げている中で、唯一古くからあるテーマでございます。これは、対象を取れないっていう効果が非常に強くてですね、特にエネミーコントローラー、ヴァンパイアとかでしたら、あと空画弾だったら狡猾な落とし穴。まあこれ狡猾に関しては、空画弾以外にも、まあ、幅広くね、適用されております。まあ採用化されております。まあそのあたり、さらにヴァンパイアだったら帝国、こいつらのね効果を、対象を取らないことっていうことは、まあ無効にできるっていうことですよ。また展開力と爆発力、こういったところも驚異的なんですよね。やっぱり28打点29打点というのがパパパパーンって3体並ぶのは非常に強い。ただ印象としては、得意なデッキと苦手なデッキ、ここがはっきりしてるんじゃないかと思います。特に空画弾、ヴァンパイア、このあたりにはね強く出れると思います。なので環境が一時的に偏るときって KC カップ必ずあります。ヴァンパイア、空画弾、まあ、そういったあたりに偏った場合、非常に強く出れて使用機会あるんじゃないかなっていうふうには思っております。一方、アマゾネス、サイマジ、ヒーロー、このあたりマジで無理、マジで無理なんで、長期的に使うっていうことはリスク伴うことが想定されます。イメージとしては、まあ一応ここには書いてるのは電池、あと聖騎士、このあたりも強く出れると思います。でヴァンパイア、空画弾、こいつらとね対戦するときはヘイズビースト、多いときはヘイズビーストをねぶっつけていけばいいんじゃないでしょうか。じゃあ、デッキ紹介フェーズに移っていきたいと思います。はい、ではここからはねデッキ紹介フェーズになります。でデッキなんですけれども、今回は割と思い切った構築にしてみました。っていうのが、風魔とかサイコショッカーとか入れてませんっていうのが、アマゾネスがいるタイミングでそもそもヘイズを使うのはどうなんかなって思うところがあるんですよ。でどういう時にじゃあ使っていきたいかっていうと、ヴァンパイアとか、空画弾とか、まあ、そういうのがいっぱいいる時に使っていきたいというふうに思っております。じゃあ空画弾とかヴァンパイアに入ってるのって言ったら、まあ、エネミーコントローラーだったりとか、まあ、2者1両損でパンと落としてきてエンパイアの効果発動だったりとか、あとは、そうですね、狡猾、空画弾だったら狡猾とか、そういうのなんで、そもそもヘイズには関係ないマホトラが多いんじゃないかというふうに思っております。なので、風魔の矢とかを入れる枠をクリボールに変えております。クリボールにしたことによって、何が良くなるかっていうと、まあ、マスクとサイマジ相手にちょっとだけね、可能性が出てくると。まあ、特にマスクの方かな、トリニティとかが出てきたところにクリボールをうまいこと打つことができれば、それで、盤面が変わることっていうのもあります。でサイマジーに関しては基本はゲーテとかでガンガン来られちゃうきついんですけど、まあレベル8が出てきてね、レベル8に対してクリボール打てて、でその後にまあ横展開して殴ることができればワンチャンみたいな、まあそれぐらいかなと思っております。だ基本、アマゾネス、サイマジー、特にこの辺りかながいるときはまあ使わないデッキ、でヒーローがいるときもまああんま使いたくないっていう風なのをまあ使用するときのまあ基準にしております。でまあ、もしアマゾネスとかをね見るんであれば、風魔とかサイコショッカーとかあの辺りを積んでいく感じになるかなと。で他にはまあザボルグとかもいいかなとは思うんですけれども、相手を破壊できるからね、それでレベル8を処理していくっていうのもプランとしては全然あります。でミスラはね3入れてたんですが、相手フィールドが3体埋まっている時にミスラって特殊召喚できないんですよ。ってなるとミスラ腐っちゃうんですよね。じゃあまあミスラはなくてもいいかなっていうふうな感じで、2枚にしております。代わりにギラザウルスを2枚にしているというふうな感じです。ベルリネスはペルトンの効果を使うために炎属性モンスターが欲しいんで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10体、炎属性いるんですが、そのうちの1体みたいな感じの役割でベルリネスはね入れております。じゃあ、動画でね、プレイ動画見ていただきたいなと思います。それでは VS ヴァンパイアとの試合をやっていきます。でヴァンパイアなんですけれども、基本は相性は有利だと思っております。で、相手がまあ展開してくるんですが、このねヴァンパイアデザイア入りができると強いと思います。で、剣族からシフトセットだったかな確か。やっぱねこのシフトが蘇生もできるしエンパイア張れるしで、やっぱ役割としては非常に強いよねっていう。
で、まずここで特殊召喚していきます。で、もし、ヘイズを相手にするんだったら、ここですね、初動カバとか、この対象を取るモンスターに対して、攻めていくのが俺はいいと思います。やっぱヘイズが、ね、出てきちゃうと打点面でなんとかならなければ結構きついんで、ここでエンパイアの効果を使って破壊をしていきます。ただここベルリネスがいるんで、それでペルトンからの3体展開がね決まっていきます。なんだろうね、 やっぱこういうことができるから特殊召喚のモンスターの数は増やした方がいいかなっていう。ミスラミスラだったら1回しか特殊召喚できないけど、ミスラベルリネスだったら、2回特殊召喚は一応できるんで、そういう意味で初動を止められたとしても動くことができる。そういう意味でギラザウルスっていうのはターン制限がないから、ギラザウルスギラザウルス被ってもいいよねっていう。だからギラザウルスだったらこう復活してきちゃうから、まあ、そこがねちょっと微妙かなっていうところではあるんですが、まあ、もうこうなっちゃうと分断の壁でもない限り、相手からしたらねもう厳しい展開になるんじゃないかというふうに思います。粉砕込みで28打点っていうのは、相手からしては今の環境だったらねバチバチ刺さると思っております。で、次はね空画団との戦いやっていきます。天線が1枚なんで、その分ちょっと空画団に対してはね、弱めになっているんですが、それでも相性の良さでねカバーしていける、まあそういう風なデッキじゃないかなと思います。まずカバちゃん召喚で、そこからまあペルトンにつなげていく。やっぱね何が強いって、このペルトンムーブが鬼強いんよね。もうただただ強い。で、サーベラス1体出してきますっていうのが、スピンクスここに3体並べちゃうよりも、サーベラス1体いた方が、なんて言うんだろうね、ウィズを抜けるんよね、これで。ウィズって守備が28じゃないですか。さっき粉砕込みで28で止まりましたよね。でもサーベラスがいれば29にこいつは上がるんですよ。攻撃力が100高いんで。という意味で、サーベラス空画団相手には1体混ぜるっていうのは結構大事じゃないかなって。この横横の布陣だったら、絆の力だったとしてもいけるんで。ただもし、シーステ型の空画団が仮に流行るとするならね、シーステ型の空画団が流行るんだったら、これじゃないよねっていう。それだったら、メコレオスとか入れてもいいかな。メコレオスが効果破壊を免れることができるんで、まあそいつが採用範囲に入ってくるんじゃないかなっていうふうには思います。というわけで、こんな感じで空画団の後ろは、まあ今グレーモンやたまたまありましたけれども、基本は、狡猾っていうことが多いので、ヘイズに対しては刺さらない札が相手からしたら多めになっております。じゃあここからはね、少し相性悪いヘイズを取っていきたいと思います。相手、アマゾネスです。で、アマゾネスに関しては、まあもうこれほぼ捨てていいと思います。なんて言うんだろうね、やっぱりね、アマゾネス無理。構築寄せないと無理だけど、構築寄せちゃうとね、ちょっとヘイズの良さが少しなくなっちゃうんで、まあこんな感じかなと。で、天線も伏せておくと。まあ構築寄せるんだったらサイコショッカーでしょうね、一番いいのは。サイコショッカー1枚入れていれば、ここもしサイコショッカー入れば完封できるはずなんで、それが、まあベストかなと思います。で、こっからなんですが、まあもう粉砕かけて殴っていくと。で、飛ばして、ただハンドにね、これクイーンじゃなかったら全然ワンチャンあった。クイーンじゃなかったらここを処理して、で、そっからもう一発殴っていけばいけるかなと思うんですけれども、クイーンだったのでちょっと無理やったって感じですね。とはいっても相手もね、カナディアとかが多めになってるから、なんだかんだ言って分断が後ろにないっていうパターンもあるよね。それだったら、まあ物量作戦でね、一気に今クイーンじゃなかったら一発モンスター破壊して、その後スピンクスの攻撃を通せば勝っていったみたいな局面だったんじゃないかなと思います。まあでも勝ち筋って言ったらもうそれぐらいかな。こんな感じになると思います。ではね、ちょっと吉富馬さんがね、ヒーロー協力してくれたんで、ちょっとそれ見ていきます。まあ、こっち側からしたらベストムーブなんですよね。ペルトンからペルトン効果も起動できるし、ボール持ってるんで、やっぱなんていうんだ、ヒーローに対しての最大の対策札はヘイズに入れやすいのはクリボールかなと個人的には思います。まあ銀幕とかもいいんでしょうが、銀幕で、ね、増やしすぎちゃうとちょっとスピンクスの効果と相性が悪いんで、それだとクリボールかなっていう。モンスター効果発動、モンスター効果発動。
で、バイオンで、魔法カード融合、ここでデッドリー以外がね、出てきます。さらにディアボリックも出てくると。この時点でまあマスクチェンジは持ってるんだろうなと思いますよね。小ズサイで後ろ剥がされちゃってやられると。でここでマスクチェンジなんですが、もうこっちニヤニヤしますよね。ここでアンキの攻撃に対してクリボールなんですが、まあさすがにねマスクチェンジ2枚は無理っていう風な感じで、こっちが最高の動きをしても向こうが最高の動きをしてくれば普通に超えられちゃうんですよね。だからシンプルに何て言うんだろう、相性としてはまあ悪いと言っていいんじゃないかなという風に思います。これでサレですね。なのでヒーローが流行っている時っていうのはあんまりちょっと使いづらいと思います。まあというわけでね、なかなかちょっと使う場面が限られてくる、ヘイズビーストなんですが、最後はサイレントマジシャンとの戦いです。これも非常に相性が悪いテーマになります。サイマジアマゾネスマスクに対して相性が悪いけど、まあヴァンパイアとかで新テーマが出てきた時に、その新テーマ相手に、まあ、もしかしたらヘイズも、ワンチャン、相性がいいかもしれないというふうな感じで、可能性枠としてね、まあ一つ持ってます。まあヘイズビーストは相性がいいテーマにはことごとく相性がいいので、それだったらね、まあまあ可能性としては一つ選択肢として持っておく分にはいいんじゃないかなというふうには思います。でサイマジなんですが、後ろにゲーテないパターンですね。でもしなんですが、相手がね、これバテルとかだったとしますよね。で後ろにゲーテだけだったとしますってなると、まずミスラ出すじゃないですか。ミスラの後にスピンクスから入るべきですね。でスピンクスから入ったら効果使う前に、ゲーテここをスピンクスに対して打たれるんですが、ミスラ自体の効果があって、ミスラはこいつアドバンス召喚に、こいつ自身をねアドバンス召喚に成功した時にアドバンス召喚権もう一個増えるんですよ。だからそうするとハンドがペルトン、バリキテリウム、非炎色なんで、バリキテリウムを召喚からのペルトン。ペルトン効果でスピンクス2体並べて、スピンクス効果当てて、非炎色出すみたいな。ことができれば、粉砕込みで、抜き切ることができるんですよね。そういう意味で召喚権が増えるミスラっていうのは、非常に大切かなと思います。で、今回は相手が、ゲーテ持ってないので、こういう風にガンガン攻めていきます。モンスター効果当てていって、非炎色からの転戦をセット。正直、サイマジ抜くためには、テンセン、クリボール。このあたりが非常に大切になってくるかなと思います。まあ、厳密に言うとここね、ゲーテをこのテンセンに打たれていれば、非常にきつい展開ではあったんですけれども、ただそうなると、ここにもしハンドに1枚クリボールがあれば、8の攻撃に対してね、クリボール被せていけば、かなりいい展開だったかなと。で、もう一つ言うと、ちょっとミスラはね、倒しとくべきだったかな。別に、このテーマ自体が横展開するテーマじゃないから、そういう意味でミスラは残しておく理由はあんまなかったとは思う。で、ここでね、クリボールがあれば、クリボールで横向きのにして、こいつぶん殴るみたいなことがね、できるから、やっぱりそういう意味で、クリボールは有能かなと。で、並べて、まずここを殴っていくと。で、こういう風になりましたと。で、ここ殴るときに、テンセンを使って超えていきます。正直、今のは、テンセンを除外されていれば、あんまり手がなかったんで、まあちょっとラッキーだったかなと。ただもう、こうなれば、レベル8まで処理したので、あとはまあこっち側が有利かなっていう風に思います。やっぱりサイマジー相手に何が嫌って、初動の展開止められちゃうっていうのと、レベル8の打点なんですよね。で、レベル8に関しては、まあそもそもサイマジーが立たないっていう可能性があるんで、そこは、立たないところにかけていく。で、初動止められたとしても、先行だったとすれば先に展開しておけばいい話であって、後攻だった場合は、ミスラが絡んでいけば、まあうまいこと。高校だった場合はミスラが絡んでいくっていうのが勝ち筋かなと思います。でヒュグロつけられて殴られたんで、1枚取ってこられますね。サーチをでゲーテを取ってこられてしまいます。で、ゲーテを打たれて
こいつがどっか行くと。じゃあもう1号なんですが、ここでカバちゃん召喚からの、ヘイズビーストを召喚です。これで横展開をして、あとは殴っていけばフィニッシュですね。天線が残ったので、まあそれがすごく良かったかなと。これで相手はきつい展開になりました。というわけで、まあ今見ていただいても分かると思うんですけれども、かなりギリギリになります。まあ勝率としては2割ぐらい出ればいいんじゃないかな、多分。感覚値としてはアマゾネス、サイマジに対してはそれぐらい低い。うん、その2つに対しては2割、3割ぐらい取れればバンバン剤っていう感じですかね。ヒーローはもうちょっとだけあって、まあ3割ぐらいはあるかな。2割よりももうちょい高いんじゃないかなっていうふうには個人的には思います。ただ、クーガダン、ヴァンパイア、このあたりに対して強い。さらに、どっかのタイミングでなんかおぉ、そんな感じのデッキが今上位で流行るかみたいな時があった時に、それってヘイズ苦手じゃねってなるタイミングがもしかしたらあるかもしれない。というわけで、ヘイズは使えるようになっておくのがいいと思います。で、他には派生のパターンで、まあ、サイコショッカー型も、お伝えしましたが、あとザボルクでしょ。あとは、アースとかを入れて、セキリの忍者っていう風なプランもあります。うん。そんな感じです。それでは今回動画以上になります。よければチャンネル登録、高評価ぜひともお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。